お花がたくさん咲きますので、どんどん描いていきたいと思います。一日でたくさん咲きますよね。見えてるところのお花から描いていきます。横向いてるお花とかも描きますね。こういうふうな感じでひげが伸びるんですよね、花の下から。あとつぼみもありますね。つぼみにももちろんこういうひげみたいなのがついてますね。つぼみもいくつか書いときますね。そしたら次は葉っぱを入れていきます。若干葉っぱの縁にギザギザがあるんですが、そこまで目立たないので、普通の形として葉っぱ描いていきます。葉っぱはお花よりちょっとちっちゃいですね。こういう感じでお花の周りに葉っぱを入れていきます。こういう横向きの葉っぱなども描きますね。で、枝も描いていきます。枝は細いですね。では、あとここですね。そしたら蜂を描きますね。こういう細めの蜂です。で、模様がついてると。あ、お好きなデザインの蜂でいいと思います。はい、それでは色をつけていきます。朱色と赤と白を混ぜますね。お水の量は普通ですね。
花の数が多くて大変ですが、こうやって頑張って入れていきますね。で、ランダムな場所をこうやって飛ばし飛ばし塗ることによって、全体の色の調子を整えます。と、ひげもですね。ひげと、あとつぼみの真ん中。そしたら次は黄緑で葉っぱを塗ります。お水の量は普通ですね。そしたらこのお花の中、隙間ですね。これを黄緑と白。水の量は普通です。向こう側に隠れてる葉っぱのような感じで塗ります。続いて緑。緑で濃淡をつけていきますね。この物陰などを中心に緑で濃淡をつけていきます。全体のバランスを見ながら色をつけますね。あとお花の中心ですね。そしたら次は青。青でさらに濃淡をつけておきます。この葉っぱの向こうに見える葉っぱなどを中心に青を入れておきますね。続いて黄土色ですね。お水の量は普通です。これでテラコッタのところを塗っておきます。さらっとですね。で、続いて茶色。これもお水の量は普通ですね。で、この鉢の物陰になっているところを中心に塗ります。こういう模様の影とかですね。あと左側が影になっているので、左側に茶色を入れますね。こういう感じで。で、あとは全体の濃度調整ですね。少しお花に濃淡をつけます。ここは全体の色の調子を見ながら、加減しながら塗って仕上げてください。これでインパチェンスっぽいなと思うところで仕上げたら完了です。これでインパチェンスの完成です。今日もご覧いただきありがとうございました。